義経ツは、源の義経とその主従を中心に書いた、作者不詳の軍記物語。全八巻。南北朝時代から室町時代初期に成立したと考えられている。脳や、歌舞伎、人形浄瑠璃など、後世の多くの文学作品に影響を与え、今日の義経やその周辺の人物のイメージの多くは、義経ツに準拠している。なお、 源の義経の読みは訓読みで、義経であるが、本書では音読みで、義経記と読む。森千蔵は、中世、近世期には個人に対する敬意を表す意味で、人名を音読みする習慣があったことを指摘し、同様の事例には、織田信長の反省を記した、信長記の例を挙げている。国文学者の岡見正雄は、本作が軍記物として、 平家物語に基づいた上で置いた地と没落の書き加えられた室町時代の要素が色濃い義経が描かれていると述べている。民族学者の柳田国夫は一部の描写の細かさや義経一行の不自然な回り道から本作が各部分が別の地域の異なる作者たちによって記されたことや長楽でらなど鎌倉、中仙道、 欧州街道付近自習の寺院の関係者が、物語の普及に関与した可能性を指摘している。重老言の神金房に促され、吉爪は、今の剣という八長六寸五部の担当を用いて、左胸下部を刺し貫き、内臓をえぐり出した後に、衣服の袖で拭う。北の方も、敵の近づく中嘆きながらも自害し、五歳の企画、午前と生後七日の姫君を、 金房は切り殺す。吉常は、北の方の亡骸の手を取り、金房に縮小費にかけるよう命じると絶命する。ありがとうございます。